はいどうも皆さんこんばんは。今ですねモンスターハンターライズの動画を撮ろうと思ってちょうどねモンスターハンターライズを起動したところなんですけど、なんとねこのタイミングで任天堂スイッチの新モデルが発表されたんだけど、いやびっくり仰天だわ。よーし今から動画撮るか。あこれ釣りだろう。釣りじゃないのみたいな感じでしたね。ツイッターでも今トレンド1位になってるわ。いや、すごいね。任天堂スイッチ有機 EL モデル。初公開映像っていうのが、今任天堂公式チャンネルにもアップロードされたみたいですよ。ですので、せっかくだから皆さん一緒に見ましょうか。そうだね。今から画面共有するわ。いやー、ほんとびっくりだな。マジでさ、今ちょうど公開されたところなんすよ。最初釣りかと思ったわ。さあ、ってことで一緒に見ましょうか。よくらせと。おお、メトロイド。外国人。これってあれじゃないの？新作のメトロイドじゃなかったっけ？まあ、有機EL っていうことだから、多分画質が良くなってんのかな？見た目はそんな変わってないみたいですね。今初見なんだけど。おお、ゼルダ。ブレスオブザワイルド。めっちゃオシャレやん。ポケモンかい。なんかゲーム機に見えないよな。ゲーム機に有機 EL って必要なんか。これ値段いくらなんだろう。おお、マリオ。すごいな。どこまで進化するんだ、ゲーム機って。お、スプラトゥーン3。唐突に突っ込んできたね。あれ優先欄接続できんのかな。なんか優先欄で書いてなかった。リングフィットアドベンチャーか。めちゃくちゃ長いな。これ何分ぐらい？あ、2分半もあるんだ。スマブラと。ってことはさ、テレビで見るのと全然変わらないんじゃないの？有機EL だったら、下手したらテレビより綺麗じゃない？おお、10月発売か。はいはいはい。なるほどね。はい、ってことで皆さんいかがだったでしょうか？僕もですね、今初見で見たんですけど、まあ、パッと見た感じですと、どうなんだろう。まあ、正直ね、コントローラーとかも変わってないですよね。ボタンとかも特に変わってないから、ガチであれなのかな。まあ、有機 EL モデルって書かれてる通り、まあ、画面が有機 EL になりましたよ、みたいな感じでしょうか。多分その可能性が高そうですよね。はいはい。まあ、とりあえずそんな感じみたい。あとはですね、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも、モンスターハンターライズ、そしてストーリーズの動画見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。まあ、確かにね、新型の任天堂スイッチで、モンスターハンターとかやったら、めちゃくちゃ盛り上がりそうな感じがするよね。ていうか画質がめっちゃ綺麗でしたね。まあ、気になるのは、まあ、携帯モードでやると、まあ、もろに有機 EL って、画質すげーってなるかもしれないけど、ただテレビモードでやる人からしてみるとそんなに変わらないんじゃないかな。まあ、これは買いなのかな、どうなんだろう。ちょっとね、今からツイッター開けるので、詳細皆さん一緒に確認していきましょうか。せっかくなんで。はい、ということで、こちらがですね、任天堂の公式ホームページではないわ。任天堂の公式ツイッターになっております。で、マジでね、つい数十分前に、こちらの映像がね、公開されましたと。いや、ほんとびっくりだね。で、18分前に、あ、はいはいはい、なるほどね。
新しい任天堂スイッチキャリングケースも発売しますっていうことか。おお。けどどうなんだろう。なんだろうね。モンスターハンターユーザーからしてみるとあまり関係ないかもしれないな。どうなんですかねこれ。スペックが若干気になるよね。うん。なるほどね。9月下旬から予約開始で10月の8から発売ですと。はいはいはい。だからすごい勢いで増えてんなこれ。リツイートとかが。みんなこれを待ち望んでいたっていうことか。なるほどなるほど。けどすげえなこれ。このタイミングで来たか。けど普通にびっくりっすよね。唐突すぎないかっていう。いやーこれはどうなんだろう。買いなのかな。まあ、買いな感じもするけど、どうなんだろう。これかなり難しいよね判断が。え、ガチで難しいわ。え、これさ、みんな、なんでこれツイートしてんだろう。ちょっと見てみるか。現在使用中のジョイコンは、任天堂スイッチ有機 EL モデルでも使えますか？ジョイコンの機能に変更はありませんので、そのままお使いいただけます。おー、ホームページもなんか出来上がってますね。で、値段なんだけど、どうやら税込みで、約3万8千円ぐらいみたい。3万8千円か。今の任天堂スイッチが確かね、税込みで、3万3000円ぐらいでしたっけ？ですので、値段的には5000円ぐらい高くなってるっていうことか。あーけど安いね。普通に。なんかさ、5万円ぐらいいくのかなと思ってたんだけど、意外に安かったわ。あーこれだったらさ、買い替えでありかもしれないな。まあ、買い替えであったりとか、あとは2代目として。あーこれは多分売れるな。有機 EL モデル。値段が安いわ。お買い得やな。まあ、画面が有機 EL になるだけだと思うんだけどさ。それでも多分これ、需要はあるだろうな。7インチの有機 EL ディスプレイか。普通にこれ、高いよな。7インチの有機 EL ディスプレイって、冷静に考えて。よくこんなんさ、4万円切る値段で販売できるよね。安すぎないか逆に怖いんだけど。あ、最初ね、まあ、いいかなと思ってたけど、これはありかもしれないですね。え、携帯モードでさ、モンスターハンターやってる人ってどれぐらいいますか？あーけど、ライズはあんまりいないと思うけど、ストーリーズとかであれば、普通に、携帯モードでやってもおかしくないもんね。てか、ホームページも力めっちゃ入れてるな。はいはいはい。まあ、こんな感じみたいよ。値段が安すぎるわ。で、色なんだけど、ホワイト。そして、ネオンブルーとネオンレッド。この2種類が存在するみたい。で、あとはね、ドックの形も若干違うみたいですね。現行のものとは若干違うみたい。まあ、ジョイコンは全く同じみたいだけどさ。で、機能と仕様に関してはこんな感じみたいです。まあ、画面自体はやっぱり、現行の任天堂スイッチと変わらないですね。見た感じ。見た感じ変わりませんと。特に新しい機能とかはないみたい。で、よくあるご質問見ていきましょうか。今まで発売された任天堂スイッチのソフトが、任天堂スイッチ有機 EL モデルで遊べますかという、まあ、こういった質問がございました。まあ普通に遊べますよっていうことか。なるほどね。ただここで注意点としましては、本体サイズや画面サイズが異なることによりゲーム体験に違いが発生する場合がありますと。なるほどね。まあ画面がね若干違うのでゲーム体験に違いが生じると。まあこれは仕方ないよね。うん。任天堂スイッチ有機 EL モデルのドックは任天堂スイッチでも使えますか？おー、使えるんだ。なるほどね。どちらも兼用できるんだね。なるほど、なるほど。新しく買わなくていいってことか、逆に言うと。はいはいはい。なるほどね。お使いいただけますと。なので、互換性はあるっていうことか。そういうことね。あと、ジョイコンに関しても、そのままお使いいただけますと。これは結構でかいよね。まあ、特にジョイコンに関しては、潰れやすいからさ。まあ、これはありがたいっちゃありがたいんじゃないかな。まあ、予備として使えるもんね。今のやつ。仕方ねえな。これは買うしかねえか。任天堂スイッチ。まあ、普通に買いだよな。値段的にも安いから。2代目の任天堂スイッチの購入を検討していますが、ダウンロード購入したソフトやセーブデータは、任天堂スイッチ有機 EL モデル、任天堂スイッチ、任天堂スイッチライト間で共有できますかと。まあ、これに関しては、今までの仕様と同じじゃないかな。二代目の本体の購入後にやることをご覧くださいと書かれております。まあこれに関しては現行と同じなので、まあ大丈夫でしょう。まあ要するに新型だからといって、できないっていうことはないと思いますよ。で、あとは、これまで任天堂スイッチで使っていた周辺機器は、そのまま任天堂スイッチ過去有機 EL モデルでも使えますかと。まあこれに関しても、周辺機器ページに対応状況を記載しておりますと書かれております。なので詳細に関しては任天堂ホームページを見た方が良さそうですね。はい。ってことで3種類の本体っていうことなので、まあ、単純にモデルが追加されたっていう認識の方がいいかもしれませんね。特にその、任天堂スイッチプロって、
一時期話題になっていたと思うんですけど、これが多分ね、任天堂スイッチ有機EL モデル、任天堂スイッチプロに、まあ、該当する機種になるんじゃないかなと思いますね。まあ開発がね、噂されてましたが、ようやく実現しましたね。ノーマルの任天堂スイッチ、そしてライト、で、有機EL モデルということで。いやー、3機種揃いましたか。けどすごいなぁ、任天堂さん。このタイミングで有機EL モデル出してくるか。任天堂スイッチってさ、初めて発売したのが2017年の、確か3月、2月とか多分そんぐらいの時期だったと思うんですよ。まあ、結構前ですよね。まあ、そう考えると、今から4年以上前なわけだからさ、このタイミングで出してくるんだ。しかも新機種じゃなくてさ、既存機種のブラッシュアップバージョンみたいな感じでしょ？まあ、ゲームボーイアドバンスで言うと、SP が発売したみたいな感じでしょ。ただこれに関しては本当に何なんだろうな。買う人と買わない人、割とね、両極端に分かれるんじゃないかなと思いますね。まあ、特に2代目の任天堂スイッチを、まあ、検討されてる方であったりとか、あとは買い替えとかを検討されてる方は、まあ、現行の任天堂スイッチじゃなくて、こっちの方を選ぶ人も結構出てくるんじゃないかな。まあ、値段がね、やっぱ安いはどう考えても、これはちょっとね、安すぎると思う。もっと高くてもいいぐらいなんだけどね。まあ、新機能とかついてないからそんなもんなんか。まあ、正直画面だけでしょ。はい、まあ、とりあえず、そういった感じですね。はい、ということで、今日の動画、このあたりで終わっていきましょうか。いやー、モンスターハンターライズの動画撮ろうと思ったら、まさかの展開でびっくりしたわ。ちょっと今からまたモンスターハンターライズの動画撮っていきたいと思います。ということでお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後にチャンネル登録だけ忘れずによろしくお願いいたします。じゃあね。